門前の大岩。2018年9月22日撮影。門前の大岩は、和歌山県日高郡由良町門前にある国の天然記念物に指定された岩の路頭である。中世代ジュラ紀に属する砂岩、及びトリスソ桜と呼ばれる石灰岩の中に、ウニの一種であるシダリスの棘の化石が多数含まれていることから、1935年12月24日に、 国の天然記念物に指定された。門前の大岩和歌山市門前の大岩の一天然記念物指定の石碑。2018年9月22日撮影。門前の大岩からの眺め。紀勢本線と国道42号線が並走している。2018年9月22日撮影。門前の大岩の所在地は、紀伊水道に面した和歌山県中西部の日高郡。 由良町の門前地区である。門前という地名は当地に所在する、臨在修行新寺派寺院広告時の門前に位置することから名付けられており、付近一帯は JR 紀省本線と国道42号線が並走する紀伊半島の交通の要所である。周辺の山腹は、みかん栽培が盛んであり、門前の大岩もみかん畑が点在する。 標高約100メートル付近の急斜面に位置している。天然記念物に指定された路頭は藪に囲まれており、麓の門前地区から徒歩による藪ブこぎでしか訪れることができない。岩の大きさは高さ約18メートル、幅は東西約22メートル、南北約18メートル。2012年に和歌山県が作成した和歌山県レッドデータブックによれば、 門前の大岩は中期層群ゆら層の霊岩優勢層に挟まれたジュラキノトリス式石灰岩で、ウニの一種であるシダリスのトゲの化石だけでなく、サンゴや草ウウム虫の化石も多く含まれているという。シダリスとは、中世代に熱帯の海に住んでいたウニの一種で、門前の大岩の岩中には、長さ2センチメートルほどのシダリスのトゲの化石が見られる。シダリスの化石は、 日本国内で数箇所しか確認されていない貴重なもので、ジュラギの鳥の裾尾群の地質時代を決定する標準化石としても知られている。シダリスの化石は梅の実の核に形も大きさもよく似ているため、地元の人々からは梅干しと呼ばれており、かつては門前の大岩の表面にその化石が浮き彫りのように現れていたが、今日では目につきにくくなってしまったという。 A.B. 門前の大岩文化庁、ウェブサイト、2018年10月6日閲覧。A.B. 門前の大岩文化庁、ウェブサイト、2018年10月6日閲覧。A.B.C. しなピアニッシモ、982から984。A.B.C.D. 安藤、P49。和歌山県高等学校社会科研究協会、P177。吉松、ピアニッシモ。 402から403。由ら町における指定文化財一覧由ら町ホームページ2018年10月6日閲覧。由ら町の文化財第48号。ありがとうございます。